This is a cosmic love story. しっかりしろ。 Takumi. に帰るために18年間頑張ってきた。この悲しい惑星とお別れするために、自分を傷つけさせた暗闇から離れるために、母のように優しい人たちさえも時に息苦しかった。 この人間としての存在、話すことも大変だった。どうか別の星から来たロボット、あなたの親友です。どうかはテレビ周波に乗って地球にやってきた。彼はみんなが分からないことでも 理解してくれた。今回の診察の結果は、匠君は心的外傷後ストレス障害、いわゆる PTSD を患っています。うつ病ですね。注意欠落多動性障害です。多重人格症、アスペルガー症候群、統合失調症、社交不安障害。舌の裏に一滴だけ、それも緊急時と。もうこれは手に入らないものですけど、強い薬ですから。 ください。ロカはほとんどの医者の処方箋を認めてくれた。佐藤先生のは自分が正気を失っている時に落ち着かせてくれた。 鈴木先生と伊藤先生のは毎晩遅くまで勉強するのに役立った。でも彼女には効かなかった。よしみ、肺に取り込まれる酸素であり、喉をせき込ませる煙でもあった。僕をボロボロにする小さなハリケーンであり、どん底から蘇らせることのできる唯一の存在でもある。漁師と 14歳の売春婦との間にできた娘、吉見はロシアで生まれ、母親に捨てられた時に日本に連れてこられて釧路で育った。彼女は何かが違った。僕のように。 毎晩僕は悪夢で起こされた。僕の真の任務を思い出させるために、ドカはいつもそこにいただろう。家に帰ること、彼は僕の星での生活について話をしてくれただろう。彼は天文学、宇宙旅行、科学について教えてくれた。僕
僕の人間としての経験は一時的なものだと思い出させてくれる。あの一番強く輝いている星がシリウス、そのさらに先にある星がシリウス B、 君の星だ。君はその惑星に住むインディゴ族の王子だったんだ。シリウス B は敵の侵略を受け、まだ赤子だった君は生き残るためにこの惑星に送られたんだ。君を家に連れて帰るために僕はアンドロメダから送られてきた。教え帰るため万全な準備ができていなければいけない。いよいよ教え帰るとき、船はラジオ周波を使って接触してくるとドカは言った。僕たちは何年もかけてどの周波数で彼らがやってくるのかを探した。考えられる全ての数学の方程式も試しながら。とかこれどう？あそこ見てよ。お前がそう言ったんだよ、あそこの式はあれだって。僕は知っていた。1.44 がパーセクで測ったシリウスから地球までの距離。僕が今ちょうど学んでいたことだ。よし、今晩試してみよう。トレーニングは薬抜きでやった。薬抜きということは、ヨシミがそこら中にいるだろう。映像はより頻繁に現れ、今まで以上に現実的だった。それが僕のトレーニングをより難しくした。これらの映像は何を意味していたのか、彼女は僕に何を伝えようとしていたのか。どかは何もわからない。彼女の存在すら気がつかない。僕たちは一緒になるべきなのか。時々彼女もそれを望んでいるようにも見える。
なんだよそれ。よしみのパーティーの招待状。なんで私が招待されなくてあんたが招待されんの？ダメだ、タクミ。タクミ君へ。今度の金曜の夜、水泳チームのパーティーがあるの。絶対来てね。よしみより愛を込めて。タクミ、そんな場合じゃないぞ。僕たちは16回目を合わせた。毎回彼女は僕に何かを伝えようとしていた。それが何だったのか、僕には今はっきりわかる。これ確かだね。線が見えないまま飛び込むのか。ここからじゃ見えないさ。11時44分、1分間だけ飛び込んだ先で君を待っているはずだ。さあ、訓練に戻ろう。もうあまり時間がない。君を一緒に連れて行く方法を探さなければいけない。僕が彼女の決断を下すことはできないけど、彼女が真実を見るための手助けになるものを僕は持っている。
れ、たくみ。時間がないぞ。全部置いていっていいぞ。そいつらはもう用なしだ。たくみ、あの子を連れて行くのは大きなリスクを負うことになるぞ。まあそれほど大事なら仕方ないな。それが君の選択なら僕は応援する。ありがとう、ドカ。僕の親友でいてくれて本当にありがとう。王子、おそばでお仕えできて光栄でした。さあ急がないと、時間通りに走りなければいけない。さよなら、どうか。船で会いましょう。17回。よかった、来てくれて。これ飲んでみて、すごく美味しいから。よしみ、帰れよ。前みたいなやつ誰が呼んだんだよ。よしみ、お前どうしたんだろう。お前飲みすぎだろ。Come here.